チワッス、チワッス、チワワン、ワンワン、チクワ、チワワ、チクワ、うんこ、こんにちは。ジマハと申します。嘘です、はじまです。そこそこコレクションしてます。フィジットガジェットっていうのがね、フィジットホビーまあね、ハンドスピナー、安物のね、スープホームセンターに売ってる、ガチの安物の1分回らないゴミスピナー。これフィジェット。まあ、これいいよね。回すだけだから、説明なんか。これ、ね、フィジェットを2個。これなんか本場っぽいやつと、パチモン。けど、これこっちも全然いい。どんな感じかって、まあ、ネタバレだけど。まあ、これが、まずここがね。ちょっと重いかな。ちょっと硬いね。まあ、電気とかのスイッチで、あんま見たことないスイッチだけどさ。これね。押すだけ。で、まあ、俺は親指をね、こうフィットさせるんですよ、こうやって。しっかりと動画。よいしょ。まあね、まあ、親指をここにフィットさせて、で、ここのね、ここを親指のお腹でやると気持ちいいかなと思いました。で、まあ、なんかこう、変なところが障害するね。で、次にここ。これね、ぐるぐる回るんですよ。まあ、スクラッチみたいなのが、チック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 。回ってるでしょ？まあ、これもね、親指で、まあ、スライドさせて、こうやってね。難しいな、こっちだと。まあ、とにかく、こう、グリッ、こうやって持って、こう、グリグリやると面白い。で、ここね。これが、回転が速い方と、カチカチする方。俺はね、普通に、中指を立てて、中指を立てて、こうやってやるのがな、俺は楽しい。で、こっちも同様で、このね、いて。これいいね。で、ここ。これ俺あんま好きじゃないけど、ギュンってバネがあるタイプで、ちょっと痛いね。嫌なタイプのタイプ。これ。俺はやるときはこうやってやってるけど、あんま使わない。痛いんで結構。ここが尖ってるってわけじゃないんだけど、鋭いか、あんま使わないな、俺は。で、まあ、ここ。まあ、これね。俺はこうやってやってます。こうやって。で、まあ、こうやってやるとか、グリグリやる。で、こっち結構これは重要で。ここのね、まあ、で、こうした時のここが、こっちが、押し切れない、なんだろうな、あーっていうようなスイッチ。カチって言わないです。でも、こっちはカチカチ。カチカチ言うんですよ。で、ここは、こんな感じ。タイプのやつです。で、次。まあ、本場っぽい方。ね、結構こっちの、なんか安物っぽいな、みたいな重量。結構どっしりしてる気がする。まあね、さっきと同じ感じで。でもこれはちょっとね、あんま気持ちよくない。ここのこれはあんま気持ちよくない。こっちの方がな、360度グリグリ。まあ、多分使い込めばいけると思うけど、バネが強いのかな。なんかね、やりにくい、こっちの場合は。これはね。で、まあ、これ。違う、これか。これ。これ、ボールであっても、こうボールでカチカチもできて、これもね、コロ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 。鉄球と一緒にコロコロするのかな。こう。で、こう押し込めます。で、これはスイッチ。結構ね、軽め、スイッチ。こっちの、全然違う。まあ、多分、個体差があるんだけど、俺のはね、すごい軽い。でも、軽すぎると逆に、でもこっちは重すぎる。まあ、押すのが重い。逆に軽すぎるね、こっちは。全然慣れてねえな。指紋取られちゃう。で、まあ、ここ。真ん中、押せます。カチカチ言います。ここ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 カチカチ言います。で、ここ言いません。プニプニっとして。でもね、ボタンの押し具合だったら、こっちプラスチックなんで、俺こっちの方がいいですね。Wii リモコンとかよりも、こっちの方が気持ちいい。で、これもぐるぐる回る。ここはね、なんかこんな感じで。ここね。ここよくわかんない。多分指にフィットするんだとか。あと紹介してないのないかな。はい。ということで、まあ、フィジェットキューブ。次来るんじゃないかな。でも普通に楽しい、フィジェットキューブは。で、もう一個、その六角形のやつ。六角形っていうか、なんて言うんだろうな。表現しにくい形の方があったら買おうかなと。いや、もう一個あったんですよ。これともう一つ。
でもそれはね、どうしようかなって思って、ちょっとお金ないんで、俺も。そんな金ねえわ。な、税金じゃねえよ、俺は。な、な、その、動画のためじゃないけど。好きだけど、確かにね。今日ハンドスピナーで10分回るやつ買ったけど、リボルバースピナーって言ってさ。マウスかどうか知らないけど、多分高いな、ね。あれ欲しかったけど、完売してた。リボルバースピナーってさ。なんでね、今度ね、めっちゃ回る。回る、めっちゃ回るし、コスパがいいハンドスピナー探します。次回の動画で、ショー始まりでした。